はようございます。おはようございます。今日は馴染みないけどめっちゃ身近なとある企業の営業所に来てもらいました。はい、キーワードは住宅設備機器、商社、水回り商品、営業です。この中で気になるワードってありますか？商社とかだと就活生に人気なイメージもあるんですけど、実際にどんな業務されてるかっていうところがまだあんまりイメージが湧いてないです。見に行くのが早いので行ってみましょう。はい、じゃあ行ってきます。行ってきます。おはようございます。本日1日体験入社させていただくんですけど、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。小泉機工業営業職2年目の磯崎海です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きましょう。行ってきます。ここに置きます。コトコちゃん、どう？重い？ちょっと重いけど全然運べました。力持ち。今運んだものってこれ何ですか？ステンレスの波状管といって、皆さんが飲む飲み水が通るパイプになります。今からハウスクリーニングを主に行っているお客さんの修繕で使うエアコン3台をお客さんが管理メンテナンスを行っているビルの方に納品しに行きます。それをちょっと今から積み込むので、はい、よろしくお願いします。はい、このお荷物とかをお客様のところに届けるまでがルート営業になるんですか？はい、そうです。実際納品して先で気をつけてることは、はい、置き場入れだったりお客さんいない場面も多いんですけど、いる場合は常に次に何か注文いただけないか積極的に聞いて、いい関係性を聞こうと思っています。私も持ってるので、あ信号待ちで一緒に乗ってます。難しい。すごい Vlog みたいな。Vlog ですね。今からダクト関係をよく注文いただくお客様にこちらの商品を納品しに行きます。納品するものは決まっているので、個数をちゃんとチェックして間違ってないかを確認して納品完了になります。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。お願いします。感じで納品は終了になります。はい、結構クライアントさんとも距離が近くて和やかな会話をされてました。この後は何されてるんですか？この後は先ほど積んだエアコン3台を現場の方に持っていきます。はい、じゃあこれからさっき積んだエアコンを納品しに行きます。はい、ほとこちゃん社員さんっぽい。行ってらっしゃい。お帰りなさい。今回はあらかじめ聞いていた場所に納品するっていうところで、お客さんとのやり取りはなかったんですけども、無事に納品が完了しました。トトコちゃんはもう小泉機器工業さんで働けそうなレベルになって。あ、もうバッチリ。即戦力です。スムーズに納品できたのと、気が利くドアを開けといてくれたり、納品しやすかったので、採用おめでとうございます。営業の職種ってノルマが大変だったり、飛び込み営業とか大変なイメージもあるんですけれども、ルート営業の魅力ってどんなところですか？ルート営業は飛び込み営業と違って、取引のある固定のお客さんを順繰り回って注文をいただいたり納品したりする営業なので、飛び込み営業よりもお客様との距離感が近くて、私なんかは納品に自宅に行ったら家に招いていただいて、お茶をいただいたりお菓子をいただいたり、ちょっと雑談をしたり、そこでまた注文の話をいただいたり、休みの日に釣りに連れてっていただいて、その時にまた商品のことを聞かれたり、普通の営業と違って人柄で見ていただけるので、ちゃんと誠実に対応すれば、その分誠実にお客様もうちで注文を買ってくれる営業が、やはり距離感が近いので面白いかなと思います。どんどんいじった方がいい。どんどん出てくるな。この図面通りだとあれですよね、これは一緒ってことですよね。全く同じものですね、図面通りだと。お客さんはこれが150でこっちが100っていうふうに確率に言われたんですけど、まあ一応じゃ聞いた方がいいですかね。この線がここだったら150でいいんだよ。そう。今何されてたんですか？お客様から製作依頼書っていうのをいただいて、私ので確認して作れるかもしれないメーカーの方に流して、メーカーの方からこれならできますというのを私にまたいただいて、それをまたお客様に伝えて注文書として今回いただきました。それのちょっと図面がおかしなことになっていたので、それを合ってるのかどうかをお客さんと確認して、すり合わせとか。あ、そうですね。はい、今何されてるんですか？お客さんに依頼されたユニットバスの見積もりを作成しています。画像を見ながら見積もりを作っていこうと思います。
見積書作成で気をつけてることとか何かありますか？着地一つでも全部お客さんの要望をしっかりと聞いて、品番が間違ってないかを最終確認でしっかりチェックすることが一番大事だなと思います。現場に行ってから物が間違ってたら、納期も金額もだいぶ変わってきてしまうので、そこだけ間違えないように見積もり作成しています。営業を4月から始めて8ヶ月かな、経ちましたよね。困ったこと、私言いづらい部分とかって特にないですか？一つあるんですけど、今までなかなか甲斐がなかったお客さんに訪問して新規で見積もりをいただくんですけど、なかなか受注につながらない、他社に取られてしまったりが多いんですけど、はい、受注につなげるコツとかってあるんですか？根気よく通うことは基本的にそうなんですけど、まず一発目で決めようっていう考えがもうそもそも甘いくて、受注に至るまでのプロセスが大事で、お客さんとのコミュニケーションだよね。見積もりを出してそれを追求する2回3回4回下手すりゃ10回かもしれないですよ。その中でお客さんとどういう会話をして、お客さんが信頼してくれてやってみようかってなるかどうか、根気よくやることだよね。諦めないでって思いますけどね。今まで1回出したっきりでなかなか根気強く通えてなかったんですけど、それで決めようと思わずに根気強く通ってみようと思います。まあ頑張ってやっていきましょう、はい、私もフォローはしますからね。ありがとうございます、はい、営業の成績の話とか結構具体的にされたりするんですか？数字ありきですから、我々営業は最低限のことはしますけど、基本的には私考えは、営業マンは外出てお客さんから仕事を取ってきてっていうことを一生懸命やってれば、もっと結果は出てくるはずですから、あまり数字のことをガタガタ口うるさく言うようなことは私はしてないかなと思ってますよね。まあ数字も大事ですけど、お客さんのところに笑顔で行って伸び伸び仕事をやってくれれば、もっと結果はついてくると思いますから、そこをねしっかり意識してやってくれれば成長もできますしね、いい成果成績が残せるんじゃないかな。社長がいらっしゃったのでお聞きしたいんですけれども、須崎さんを採用された採用理由のところってどういった理由なのか教えていただけますか？一言で言うと、明るさと素直さを持った子だなって最初の面接した時から思っていて、素直さっていう部分がまず重視していて、素直に相手から話をちゃんと聞き入れられるっていうのは意外とできそうでできない部分、そういった部分を彼は持ってるな。さらには明るさっていうところを持っていて、営業所でもムードメーカーとしてのね存在感を非常に発揮していて、みんなから生涯弟みたいな感じでねのキャラクターが確立されていて、それでいてちゃんと仕事をねしていけば信頼も増してきますし、そういった明るさ素直さがまず持っていることっていうのが当社にとって大事なポイント。こういうことはできないけどとか、こういうのは苦手だけどとかっていっぱいあると思うんですけど、でも素直な気持ちは結構持ってるなっていう方はぜひね、後の会社に来ていただければ、研修とかいろんな部分でいくらでも補えますし、いろいろ話を聞いてくれる仲間もたくさんいるので、みんな思いやりをね持った社員の子たちが多いと思うので、絶対に、ね、素直さを持ってれば成長できるかなという会社かなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日一日の感想とか教えていただいてもいいですか？予定していた納品もしっかりこなせて、お客さんと話して新しい注文もいただいて、見積もり作成もできたので、私的には満足する一日でした。ただお客さんに聞かれたことでまだわからないことがあったので、それはまた明日以降メーカーだったり所長だったりに聞いて解決していきたいなと思います。今日この後は何されてるんですか？今日は地元の友達と飲みに行く予定があったので、羽目を外さない程度に楽しんでいきたいなと思います楽しんでください、はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。今日の動画を見て小泉機器工業さんに興味を持った方はぜひ概要欄チェックしてみてください。それではじゃあなー。